AKB48 の柏木由紀が7日放送のフジテレビ系バラエティ番組ひとし松本の酒のつまみになる話、毎週金曜夜9時58分に出演。ただのファンからプロポーズが続出していることを明かした。結婚する相手がファンってどうですか？と切り出した柏木。先日、元 AKB48 の峯岸みなみが自身のファンであった YouTuber 東海オンエアの哲也と結婚。この報道を機に、柏木は、柏木との結婚を私のファンの人が、いけるんじゃないかって思い始めた、と語り始めた。柏木は、みちゃん、峯岸のお相手の方って、ただのファンじゃないじゃないですか。なのにその、ただのファンが言ってくると率直な心境を続けたことで、出演者たちから、やばい、風呂入らんよりやばいと柏木が、お風呂に毎日は入っていないことを踏まえたツッコミを受けてしまうことに。それに対し柏木は、本当ですか？と驚きを表し、一同を笑わせた。同じ年だから、結婚や交際をいけませんか？とか、あと、僕も、お風呂入んないんで仲良くできると思いますみたいなこと言われて、ただのファンがと期待を膨らませたファンたちから、微妙な申し出が続出していると告白した柏木に、ダウンタウン、松本人志からは、俺はちょっと引くなと共感の声も出た。ここまでファンとの恋愛に対して、かなりの難色を示していた柏木。そこで、ファンの人が例えば、峯岸の場合と同様に同じようなその、メディアに出てる人で、すげー、売れてる人だとするじゃないですか。その人が、めっちゃ CD 買ってましただったら、別に、全然、OK、と、質問が。すると柏木は、全然、OK と、大きな声で、はっきりと返答。はっきり物を喋りすぎと、ツッコミが入りつつ、スタジオは笑いに包まれた。